ピーチは俺の嫁だ。指一本触れんじゃねえぞ。ヤッホー。あわわわわわわ。キュンキュン。キャプテンアメリカじゃねえよ。俺はスピードで勝負だ。キュン。はあ。キュン。ジャンプ力なら誰にも負けねえ。お前悪い字からの、ザコ師匠さんになります。ある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 いつどこ行った？さあ皆さんお集まりいただきありがとうございます。せーの、急に仕切り出すやん。せーのやめて。せーの今回の企画はデビュー公約を実行しようの会です。拍手のタイミングバグってたんだよ。2個目そ そうやな。まだ2個目やん、うん、公約を実行するということでスタッフさんからお手紙が届いております。INI メンバーの皆さん、デビューして約半年が経ちましたが、ファンの皆さんに約束した公約がまだまだ残っていますよね。はい、はい、今回は2人目 INI の癒し担当佐野雄大の公約を実行します。お僕の公約はゲーム実況をするということで第1回 INI ゲーム王決定戦を開催しております。よっよっ。まずはマリオカートからやっていきたいと思います。はい、はい、どうみんな自信あります？いや、ないっす。ないっすか。俺はまあまあありますね、正直。これ最下位の男ですから。最下位の男。そう、自信はないですけども、うん、頑張ります。俺は、そうっす。敗北っていうものを知りたいなと思ってますけど。伏線張るね。あ、でもね、これ楽しい。俺らが楽しかったらいいっていうあれと、それを見て、楽しんでいただけたらなっていうのでやってるんで。一人だけコントローラー頑丈だから、ね。違うもん、一人だけ。すごいね。おかしない？あ、違う。何この差は。持参する系かと思った。雄大が普段使ってるリモコン。そうですね、これ僕の愛用してるやつ。色可愛くないですか？すごいな。だからずっと1位だ。さすがになさすがになってね。これもファンであるからね。ファンでだいぶ違うよ、これ。まあ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 、そりゃそうやな。そのまま1位当たりますよね。当たりますよね。どんなん使ったら当たりますよ。これで負けたらやばいっすよ。キャラなんでもいい。この服に合わせるみたいなじゃなくて。いやでもな、そう合わせたいけど、どうする？わかりやすいんちゃう？服に合わせてる方が。確かに。見てる人たちは。じゃあ悪い字で。じゃあ俺ヘイホーか。ほんじゃあ俺はこのオフの時の字みたいな感じのやつね。言いたかっただけやん。それでは第一試合スタート。ブンブン。マルサーキット。これで印象ついちゃうもんな。ここ。うわ負けたくねー。オッケー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 。成功した。あ、これ落ちるね。あー取り損ねた。あああ、これやっぱタケル早いんよな。あー待ってよー。キョッ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 。うわ、タケル誘わなかった。よかった。え違う、タケル早い。いや俺やばい、今10位ぐらい。え、これ誰1位今。ちょタケルやんけ。雄大うまいね。うまい。あー引っかかった。ありがとうありがとう。うまいっしょ。1位やもん、それな。口悪くならんようにだけ気をつけろ。お前、キモ。うまい。今のうまうまかったな。やばい、これゲスト苦手。ゲストに強い男やからさ。おい、見えないって。ほんまにたけるゲスト食らってる。爆弾投げちゃうよ、爆弾。シャーちょっと待って、やばい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 。嫌や、こんなん嫌や。奪われた、え、奪われた。ちょっと待って、これ設定おかしいわ。あとで返させてほしい。設定のせいにし始めた。じゃあマジマジマジ。トゲのいた、トゲのいたんじゃ。あ、これいったんじゃ。あーあああああ見やがった。勝ちたい勝ちたい。チャンスチャンス。
チーズじゃあ危ねえ。うわー、おいおいおい、はい、9位最下位じゃな。どうですか、1試合目終わって。んでもなんか途中タケルが1位だみたいな騒いでて、そうですね、めちゃくちゃうまい緑コール当てられて、そっから俺3位やったけど、最後あの不運でした、ね、不運やった、めっちゃ不運やった最後。じゃあ怪しいね、ちょっと言うな。いや、1位は1位ですからね。自分なのに必死すぎて全然わかんないわ。じゃあどんどんやっていきましょう。でも本当に何があるか分かんないな。この後ね、何があるか分かんないんで、まあ、最後まで諦めず優勝目指しましょう。はい、じゃあおい、行くぞ。ほらほら、いた、あれ、おい、MC、ね、おい、よし、めっちゃ変な音だね。おい、危ねえ。おい、この上の方行ってみようかな、上の方。はい、来ちゃうよ、呼びな、ほら。ああ、うまっ。なんで。これ、ここ、はい、よっしゃ。はい、ほら、よっしゃ。お、いけんちゃん。だんだんコツ掴んできたよ。掴んできました。うん、まあでももう次1位取れないから、もう今こう3、2でもついてるから、もう次1位取るから。あ、登るだけですか。うん、もうあと登るだけ。頑張ってください。嘘、冗談、楽しもうな。これもいいか。早くやろう、早くやろうぜ。じゃあね、それでは第3試合、ボコボコにしてやる。よいしょ、やりやすい。早いやん、まだわからない。めっちゃ嫌、めっちゃ嫌だ今の。絶対負けねえからもね。ちょっといいんじゃない。ちょっと遅い。ちょっとこの斜めにすんのやめてもらっていいですか。あー、こんなん初めて。普段踏まれないんですよ、俺。普段踏まれないんですよ、この音に。はい、黙ってやれ。あ、やばい、これ負けかい。なんか言ってんぞ。冗談。ほら、おしゃ、ほんまに逃げ切れ。絶対負けたくない、マジ。いや、ドンキー、それ前に投げろよ。あー、うわー、こっち、はい、ここだなんか、どうした今のは違うわ、なんか。あ、な、あ、出た、饒舌。なんか饒舌が発動しますよ。タケルがいっぱい当ててきたもんな。うん、おい、まあ俺がなんか全部1位取っちゃうのなんか違うかな、なんか楽しくないかなと思ってみんなから、なんかここでちょっと1位取ってもらって機嫌良くなってもらったのすごい嬉しいですよ、俺は。そろそろそのキャラ俺マジやめたほうが。冗談ですよ、全部冗談ですよね。でもマジでちょっと楽しくなってきたよ。いや、でも俺はとかちゃんと有言実行できたから、うん、それがめっちゃ嫌やって俺。それが勝てる。ちょ、みんなちょっと協力しよう。そういうゲームじゃない。マジで平方が出た瞬間でもないよ。ないね、そういうの。ラストも頑張っていきましょう。じゃあそれでは第4試合スタート。しゃほんまに嫌、負けたくないからさ。ドンキー早いよ、やばいな。よし、いたぞ。最初はさ、なんか別にあれなのよ、どんどん俺下がってくるのかな。わぁ、やられた。うわ、ちょ待って、めっちゃ優しくなってるぞ。ナイス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 。あ、なんか引っかかった。いいぞ、いけ。おぉ、なんか俺のとこ取ってんて今。おかしいやろ。これは避けられねえってば。お、今1、2、3、4やで。なんで俺こんなとこにいんだよ。オッケー、兵法ね、覚えた。覚えた。
なんで俺7位になってんだよ、いつの間にかよ。あ、なんで落ちてんの。抜かす抜かす、1位誰。誰でもない。ボンキーちゃん、放送事故、放送事故、めちゃくちゃ思うんだよ、放送事故やろ。いよいよ、おい、あいつら、あいつら今日絶対1位にするな。最悪、うるせえよ、最悪。アイテムの応酬すごかったよな。やばかった。やばかった。めっちゃ入れ替わって落ちて入れ替わってみたいな。やばかったな。なってたよな。いやー悔しい。もうさっき1位だったのに気づいたら声枯れてるわ。もう今なんか喉以外がどこでこんな声出したんやろうと思って。自覚ないんだあんなうるさかった。バカうるさかったぞ。あいつら今日絶対1位にするな。最悪。うるせえよ。最悪。でもマジでいつもの INI のいる時の。感じは出ないやん、この4人でゲームしてるからならではのマジの素が、うん、確かにな、なんか家でゲームしてる感あったな。では現在の総合順位を振り返っていきましょう。はい、でもね、やっぱ僕は今回楽しめたらいいなって思ってるんで、みんなでそれ1位だから言えんだよそれ。だよね、1位じゃなかったら絶対言ってるから。違うこと言ってる。あ、コンクトローラーそっちも用意してた。まだまだね、誰が優勝するか分からないんで、次のゲームじゃんじゃん行っちゃいましょう。レッツゴー。はい、ということでね、続いてスマブラをやっていきたいと思います。はい、スマブラどうですか、みんな自信の方は。強いって言われてる2人がいるので、まあ、ちょっとここは作戦でちょっと頑張って勝ちたいなと思いますね。お、気になりますね、その作戦。きょうちゃんは？俺も作戦で。怖っ、間二人怖すぎやん。ねえ、チーム戦やと思ってる。作戦。作戦で。ドニシ君は？僕は力合わせで。一番怖いわ、全員怖いわ、なんか。それでは第1試合、スタート。ポンズ、行くぜ、行くぜ、行くぜ、行けないだろ、うれぇ。西君大丈夫、コントロール、大丈夫じゃないかも。自爆、自爆にしちゃった、よっこらで、ほらよ、うわ、ごめん、西君。ごめんとかないから、ごめんとか。あ、何が、おかんが、うわ、掴んでたんや。すごい。全然気づかない。なんか時間止まったと思った。あ、やばい、終わった。終わった。よっしゃ、キョウちゃんいるぞ。よっしゃ、よし、よし、おら、変んな、おら、行くぞ。俺遠距離で援護する、おら、耐えろ、おら、うわ、いけ、おら、いけ、おら、いけ、おら、うわ、おら、うわ、いけるよ、ヘルシー思考いけるよ、これ頑張れ、頑張れ、頑張れ、キョウちゃん、ヘルシーな、いいぞ、いくわー、負けたくない、いい、相当ヘルシーな動きしてるよ。どういうことですか。いくわー、これうまっ、あら。でもやっぱこの2人のね、作戦がね、最後ラストで垣間見えましたね。なんかこれチーム戦ないですよね。なんか急に行くぞーって聞こえてんの。あとタケルが、ありがとうとか、そう、あとタケルがキョウスケに攻撃して、あ、ごめん、間違えた、え、何が、何が、いや、自分の個人の自分のキャラに言ってます。あ、自分のキャラもちょっとあんま納得できんけど、たまたまやん、たまたま攻撃がなんか俺に最後集中しちゃったってだけやん、別に狙ってなかった、そういうつもりではない、あ、なかった、よかったよかった、じゃあならよかった、全然、うん、じゃあ2試合目もね、こんな感じでワッキーあいあいとやっていけたらなと思います。それではね、第2試合目スタート。スタート。よっ、おお、来てくれよ、おーい、危なかった、危っ、食らったけど、すばしっこいからね、月光ばちゃんは。いいよ、これが一番強いんだよ。あー、うわー、何それ、
波動弾みたいな。おら、やっぱクッパの横蹴りマジで強いから。いや強いです、マジ強いな。よっしゃー、ほら、おー、それやめてくれよ、飛びすぎやろ。ちょっと雄大いけんちゃう、そろそろ。めっちゃ飛んでるよ。いやー、絶対倒すから、絶対倒すから。怖い、怖い、怖い。うわー、生きろ、生きろ。変な声で、あんま出したことない声で。いやいや、結構出してる最近。うわっ、うらい。オーケー、あー、いいよ、ドカーン。うわー、やだー、やめてくれ。うわー、いけ、潰せ、いけ、なんでよ、やめてよ。いや待って、ほんまに泣きそう、怖い、いけない。何そんなことすんの。あーやしゃー、あーやしゃー、原告状。あー、もうでもこっから仲悪くなるから、この二人もう。あ、そっか。え、なんで、うん、あなんで、なんで、なんで。京介やっぱ上手い。いやいや、上手い、上手い。なんか戦い方がうまい。これ先に死ぬとめちゃくちゃつまらんわ。もうなんかもうどうしよう、この終わるまでどうしていいか分からへん。いやだし俺も結構調子よかったの、うん、やったもんこれいけるわって思ったらいじめられてた。なんかいじめられてた。出したことない声で出てた。最近 MC の時は絶対出てるけどね、あの高さ。うん、はい、 INI の2時間目はなんとスポーツテスト。もっと高い、もっと言ってるけど。もっと言ってる、もっと言ってる。でもね、もうこれ泣いても笑っても次ラストなんで、うん、いやでも今の4位でかかったな。ポイント制やんこれ、うん、確かに確かに、でかいよな、4位分けでかかった。ここのポイントさめっちゃあるね。そうだよ。はい、じゃあここで特別ルールが入りました。1位になった時のポイントが12ポイント入ることになりました。最後はもう運命の決戦となってますから、頑張りましょう。最終決戦決まっていくぞ。あ、最後お任せで行ってみる。あ、あり、あ、キャラを全員ね、キャラお任せ。それは確かにおもろい。最近に名前だけ変えとく。はい、たくみ、はい、酢豚のパイナップルでいこうか。いいね、酢豚のパイナップル、うめえから。え、ラブ、ラブ。いや、なんかいいの出るまで粘ってるやついる。いや、まだいけると決まりました。いや、コントローラー伏線回収してるやん。それでは、運命の最終決戦スタート。お任せだからね。キャラ、何が出る。これにかかってるよな。うわー、どうなんだろう。うわ、さっきのキャプテンアメリカをちょっと伏線回収したような。ファルコン系、ファルコン系、ファルコン、あ、やばえ、ラブさん良くないですかキャラ。使わない当たりっすよ、結構。もおいしょ、やばい、うわ、やばい、うわ。なんで届かないの。ファルコン強いっすね。うわ、声めっちゃかっこよかったな。キャラになりきる。おい、チンパンジー強っ。よし、ラブ強い。やばいやばいやばい。ラブまだ3キャラ。ワリオ、ワリオって何。ちょっと俺1機しかないから、みんなちょっとやって。俺も1機しかない。やってよ、2機同士やって。ほら、おれ面白くしようよ。もうやめて、もうテンプレの技すんな。あ、待って、ねえ、もうやっしゃー。うわ、おい、ふざけんなよ。頼みますって、もう
ちょっと強く押さないで倒してえな。いやまだいいでしょまだ。このテンプレの技しか使わんからね。ちょっとこっから逆転みたいですよね皆さん。それは。いいよ、喋らなくなったよ。これ今でも革命起こってるから、もう俺が1位です。おー、いい勝負だ。よっしゃー！これさ、いいんじゃない？これあれだよね。一応ゲーム実況っていうあれだよね。実況して実況して。プレイヤーするから。あ、俺らで実況する？さあ。なんかこれ1対1で負けたら普通に嫌じゃない？いいぞ。今2対1から。ラムさんのこのキャラクターの名前なんていうんですか。何だっけこれ。あ、強よ。あ、覚えてないみたいですね。ラムさん。はい。聞いてますか。あ、真剣ですね。ラムさんスマブラどれくらいやられてるんですか。いや、生まれてどっか握ってたっすね、もう最近。はい。はい。待ってください。待ってください。それなんかちょっと頭あれ。どうですか。ラブさんどうですか。願いが叶った。すごいすごい。願いが叶った。生きろ生きろ。よっしゃうめえ。最終決戦終わっちゃいましたけど、はい、どうでしたかスマブラ。俺不完全燃焼すぎたな。なんか悔しいわ。悔しい。ちょっとまだ本領発揮できてなかったところで、はい、最後のお任せ本当に何が出るか分からんし、確かになんかあれこそみんなめっちゃフェアな感じして、うん、まあ、自分はすごく楽しめました。めっちゃフェアじゃないことしてたやん。一番知らんフェアじゃなかったの。だって勝たないとあかんもん俺ら3位4位やからさ。いや楽しかったですよ。楽しくないやんそれ。お前なんかだな。楽しい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 。この企画そもそもゲーム実況っていうので出てたけど、ただゲームしてるだけだね。ネジ君になんか俺聞かれたけど何に聞かれたか分からんかったなんか。何も実況は何もしないと思う。確かにな。これで良かったのか分かんないですけど、僕たち的には楽しかったかなとは思う。めちゃくちゃ楽しかったです、うん、ということで総合順位1位に輝いたのは僕佐野雄大です。おめでとう。じゃあご褒美がね、おおおマジですか。ですね、1位にご褒美は高級シュークリーム。おー、銀座にある人気店の看板メニューです。マジすごいな。銀座のシュークリームだぜ。ありがとうございます先輩。ザギンのリクームシュー。リクームシュー。ありがとうみたいな感じ。じゃあありがとうございます。はい、じゃあザギンの高級シュークリームいただきます。やばっ、ありがとうございます。あ、羽織れた。めちゃくちゃ硬い。めっちゃ美味しそう。うぜー、うまい。うらやましい。うまいけどめちゃめちゃ中にめっちゃ甘いシュークリームのクリームが入ってて、外はサクサク中身トロトロのクリームが入っております。めちゃめちゃ美味しいです。めっちゃクッキーみたいだね。そうそうそう、外はちょっとクッキーっぽい感じの噛み応えある感じで、でも中身めっちゃトローンとしてるやつが詰まってます。絶対美味しいやん。めっちゃうまい。でもね、ご褒美があるってことはね、うん、罰ゲームもね。ないでしょう。ありますよ。最下位のありました、ね、藤巻京介くんにはなんだこちらを飲んでもらいます。うわ、なんか今までに見たことない色してる。今までと違うぞこれ、見たことない。今までなんか、ちょっと待って、これ飲んでいい色じゃないだろこれ。今回の罰ゲームはクテイ茶。クテイ茶、眼精疲労に効き目があるらしいです、ゲームで疲れた目にちょうどいいです。むしろご褒美かも。そんなわけないから絶対。あ、飲みます。いいな。いやでも俺今目めっちゃカピカピ。俺も欲しいもん。飲みたいな、いいな。1位のやつやん、羨ましい。 いやすごい色してる。これ匂い、どんな匂いします。絵の具そう入れてますよね、これ入れましたね、絵の具。これちなみに速攻性があるんですか。ちなみに速攻性あります。ある。なら頼みますよ。いいね、速攻性見せてください。いきます。あ、怖いね。速攻性見せるのおかしい。うわ、あーっしゃー。どう
マジフィンでした。おー、睡眠も入ってる。睡眠効果。これね、苦いよ。苦い。これ苦い。苦いの、そらしたら匂いから分かる。そしてね、後味がまあすごいわ。どんな味するの？絵の具。絵の具されたことあるの？経験あるんだ。結構もう匂いのまんま後味が。目は全然なんもないっす。眼精疲労を、なし。後で来るやつよ。後でね。時間差で。そうそう。今日の夜来るよ。やめて、寝れなくなるから。お願いします。やだ。そのタイミングは考えてください。ということで、今回はね、僕のデビュー公約ということで、ゲーム実況させていただいたんですけども、次回のね、デビュー公約企画もね、本当にまだまだいろんなメンバーが溜まってるんで、楽しみにしていてほしいです。よろしくお願いします。お願いします。せーの、バイバーイ。ありがとうございました。4人で飲む？4人で飲みましょうか。もういい。4人で飲みましょう。なんか、俺はもういい。ちょっとそんな、締めでね、飲みすぎても良くないぞ、これ絶対。乾杯はしたいですね。いや、もう無理ですよ、こんなのは。ゲーム実況、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。乾杯。乾杯。待って、これやばい、2杯目ガチやばいかもしれない。トラウマになるこれ。やばい、ゲーム実況思い出したらこの味思い出しそう。ちょっとメンバーのみんなには黙っとこう、これ。